こんにちは、イケリネットワークサービス竹下めぐみです。今回はワイヤーシャーク開発者会議で話す機会があり、ミズーリ州カンザスシティに来ております。こちらの場所にてインテル AX210 を備えたこちらの GPD-MAX においてコンビューフォア Wi-Fi での 6GHz、実際には Wi-Fi6E のパケットキャプチャーのデモンストレーションを行いたいと思います。さて、搭載されているネットワークアダプターを確認します。インテル Wi-Fi6E AX210 160MHz です。またリリースノートにもあるように、インテル AX210 は起動時のスキャンにおいて地域を判断します。そのため現在米国におりますので、6ギガのキャプチャーが可能になります。具体的にはスキャナーモードにて、こちらにあるように、よいしょ、 6GHz のチャンネル1から、233までがスキャナーモードとして選択可能になっています。そしてシングルチャンネルでのキャプチャーも 2.4GHz、5GHz、6GHz のキャプチャーが可能です。それでは現在米国でもなかなか利用は少ないのですが、 6GHz のパケットキャプチャーを試してみたいと思います。スキャナーモードで 6GHz の全チャンネルを選択します。そしてチャンネルあたりの秒数を1秒として計測を開始します。 6GHz のチャンネルを現在スキャンしている様子が確認できると思います。しかしながら、なかなか値段も高い、そしてまだ利用が少ないということもあって、1個でもパケットが来てくれると話しやすいのですが、まだパケット来ないですね。少なくとも日本ではこのキャプチャー動作は、できないと思うので、現在チャンネルをホッピングしながら 6GHz のキャプチャーの様子は確認できると思います。